パウダースキー場にまだ雪はありませんが降雪とスキー客の安全などを願い祈願祭が執り行われました入国制限の緩和などにより外国人観光客の回復に期待がかかる今シーズン コロナ2年間、スキーシーズン、かなりちょっと低迷しましたけれども、今シーズンからまた外国のお客様も含めて、この冬はやっぱり期待したいと思っております豪雪地帯でこちらもウィンタースポーツが盛んな湯沢町では雪への備えは万端の様子、多くの人がタイヤ交換も済ませているといいます。 ま少しちょっと落ち着いきちゃったんですが、えっ、ー、と先月まではかなり忙しい状況でした。しかし、NEXCO 東日本が一昨日県内4か所で実施した調査では、およそ2割が冬用タイヤ未装着でした。突然のの雪にに備えるためめも早めの交換が重要です。